一人 A 八郎は日本の音楽評論家。東京吹田豊島郡日暮里町で毛筆製造業者の八王として生まれる。旧聖駒込中学校在学中の同級生に大滝囚人がいる。文学と音楽に熱中して第一高等学校と慶応義塾大学予科の入試に失敗し予備校生活を経て1944年から朝日電化工業に勤務。 1945年3月10日の東京大空襲で実家が消失したため、福島県石川郡石川町に疎開。1945年5月、招集令状を受け、二等兵として相模原の通信第一連隊に入営。敗戦後に復員し、1946年1月から日本造船に勤務。1949年、 オーブン社に展示、1954年から高校時代編集部に勤務。オーブン社勤務のから、1952年からレコード芸術に海外版視聴器を連載するようになり、音楽評論の道に入る。1955年2月にオーブン社を退社し、フリーとなる。酒好きで胃腸が弱かったため、成長剤エンテロビオフォルムを常用していたが、 原材料のキノホルムの副作用により1968年から難病スモンを患い、視力低下や体の激痛、しびれに苦しんだ。1992年、クラシック音楽交流会を設立し理事長に就任。晩年は、イノポリープ、脳梗塞、酵膜下出血、腎不全などを患い、75歳で死去した。ありがとうございます。